榊は、木国家榊族の常緑小高木。神棚や祭壇に備えるなど、神道の神事にも用いられる植物。学名は、植物学者で、デジマオランダ省官庁を務め、榊をヨーロッパに紹介したアンドレアス・クレイエールに、ちなむ。榊という文字は、平安時代に、日本で会議で形成された国字である。常緑性の小高木。低木を見ることが多いが、 高さ12メートル、強硬直径は30センチメートルになるものがある。若枝は緑だが、幹の樹皮は、葉や泡褐色になる。枝先の目は裸で、若葉が巻いて釜状になる。葉は二列性の五星で、厚みのある角質、のっぺりとした表面で、虚子は全くなく、綺麗な楕円形である。裏面はやや色薄く、両面もに無毛。 6月頃即死の基部の側の溶液から白い小さな花を咲かせる。花は1から4個が束状に出て、いずれも葉の下に出て、下向きに咲く。11月頃には黒くて小さな液化をつける。本州では茨城県、石川県伊勢、四国、九州に分布する。国外ではチェジュ島、台湾、中国から知られる。ヒマラヤと中国南部には、 別亜種が知られる。榊が手に立てた榊日本では、古くから神事に用いられる植物である。古来から植物には、神が宿り、特に先端が尖った枝先は、神が降りるより城として、若松や小刀の木など様々な常緑植物が用いられたが、近年は、最も身近な植物で、枝先が尖っており、神のより城にふさわしい榊や、ヒサカキが定着している。 家庭の神棚にも捧げられ、月に2度、1日と15日に取り替える習わしになっている。神棚では、栄木立を用いる。田舎などでは庭先に植えている家庭が多い。また、常緑樹でもあることから、庭木としても使われていることがある。栄木の語源は、神と人との境であることから、境目の意であるとされる。常緑樹であり、栄えることから、 主木目とする説もあるが、多くの学者は、後世の不快であるとして否定している。混同されやすいので、榊は、本榊とも呼ばれ、日サカキについては、ビシャコ、フ下草、ンシバ、サ山エシバなどと地方名で呼ばれることもある。榊は、関東以南の比較的温暖な地域で生育するため、関東以北では、類似種のヒサカキを榊として代用している。 ヒサカキは仏壇にも備えられる植物である。花は早春に咲き、独特の匂いがある。名の由来は小さいことから、ヒメサカキとも、サカキでないことから、ヒサカキとも。店頭に並んでいるサカキとヒサカキを見分けるポイントは、葉園で葉が小さく、虚子があるなら、ヒサカキ。表面がツルツルしていて、縁がギザギザしていない、前縁ならサカキである。また、サカキは、 慶長の目が爪状に尖っていることでも見分けられる。ありがとうございます。